さんこんにちは。本日のマッチは FC 東京対マドリーエスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さんよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。勝者はどちらなのか。さあ間もなくキックオフの時を迎えようとしています。FC 東京のキックオフでスタートです。 FC 東京対マドリーエキシビションマッチです。さて北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。モドリッチですね、はい。まあ、テクニックと創造性、あとは高い走力も持っているのでね、広い範囲もカバーできますからね。攻撃はもちろんなんですけども、守備でも貢献できますよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。のようなパス、もう一つ前に行きたい。裏狙いましたね。足元狙う、シュート、しのぐ。ここクリアで難を逃れます。大きく縦へ、いいボール入りますよ。合いません。ちょっとパスが長すぎました。ベイル、さあ右へ預けて裏のスペースを狙う。トニクロース、前半まだ両チームともスコアレスな展開です。届くかこのボール、一気に前線へ。ナチョ・フェルナンデス、ボール入りましたよ。低いボールだ、いい展開ですね。ロングボールを入れてきます。このボールをカットします。トニクロース、モラタ、米本、徳永、水沼へ、前線にボールを送ります。右サイド上がっていきます。どうだ、カシジャしっかりと抑えました。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。裏へ届くか、さあカウンターを仕掛けます。通るのかこのパス、いや少しいい形になりかけたんですけどもね。クリスティアーノ・ロナウド、モラタに渡る、抜けるか、シュート、クロスバー直撃。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。消耗してきている中で選手起用、そういった形をどうするかですよね、はい。まあ、本当に変えることによってね、それは本当勝負どころになる可能性はもちろんありますしね、はい。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。なるほど、0対0のまま後半に入ります。後半ゲームはスタートしています。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。マドリー、ここでベンチが動きます。
ここは競り勝ちます。コバチッチ、モドリッチ、クリスティアーノ・ロナウド、ロングフィードで狙う。モドリッチからクリスティアーノ・ロナウド、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、さあ左へ預けて、さあロナウド、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。先制点が非常に重要ですよね。マドリー、ここでベンチに動きがあります。長いボール縦へ、前田、裏に味方を走らせる。いいボールですね。米本、さあ左サイドへ、ベンゼマ、サイドを使う、長いボールを送ります。とこれはつながりません。フォローいいですね。流れを止めます。マドリー、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。残り5分を切っています。縦へのボール、このボールをカットします。セルヒオ・ラモス、チャンスですよ。コース開いた、笛です。0対0、今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。 FC 東京としてはやや戦力的に不利な状況の中でね、よく機能していたと思いますよ。引き分けでありましたが納得してもいい内容だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。0対0、スコアレスドローという形で終えています。